んな人がみちょんどおはらはらわれもんどはよいよいよいやさっとチャランチャランチャランチャスチャラッカランチャラッチャチャランチャ買い物だけもたっちゃらあたいと一緒にやっほおごんじょころころってねげんが落ちた。もたんうてねげんがおはらはらなぜ落ちる。はよいよいよいやさっと、たらんからちゃらんから。あしもた。どげんしたとね。一番や、一番。あ？実力試験でうちが一番。そうな、そうな、よかった。でげのええ子を待つと親は楽しみじゃない。よかった、よかった。一番な。一番！あ、そうも。してな。腹綿が飛び出したかと思ったぜ。すんません自慢の娘さんらしいね。え？はい、10年も前に亭主と死に別れて、うん、あとはあたいが一人で育てました、うん、どこん子供もこん子にかなわんとですから、まったく二人揃った世間の親は何をしちょっとですかねすごい華やぎですな。男の子も片っ端から押しのけて。あ、キヨコ、どげんしたとね。一番ちゅうと何ごとのぼっちゃです。あ、勝ったバカ。一番になってもよかからぼっちゃんにだけは負けるようないごと気を利かさんとね。そげなこと言ったら一番になれんがな。母ちゃんの身にもなってみ、長年お世話になった何ごとにご無礼さな。でけの栄光を持つと親は苦労すっか。勝手な母ちゃん。さあ、はよ行ってビンタ下げてけ。この度はぼっちゃんを追い越して堂々とあっぱれ一番になり。堂々と威張って謝ってよかとね。ああ、君大学に行けよ。とんでもない。せっかくの才能がもったいないじゃないかな。おっと待った。才能才能とおっしゃるけど、実社会にだって才能は必要じゃっと。それは絶対に就職を進むんね。へえ、企業にあった会社っていうと、桜不動産、成一産業、安東交通。ないね、それみんな三流会社じゃないね。三流でないと、おいが入れんのかな。それ、どげ意味？へへ、ま、よく考えちゃってくれよ。おっと、南郷くん、あたしとお芝居しようや。うん、よいしょ。文化祭でかい？舞台は池田子、買い物だけを背景にして。はあ、でっかいステージやな。だからうちたちも大スターや。どんな芝居な？ラブシーン。え？おい、こいつ捕まえろよ。おっしょ。おい、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 おやっぱり革命が起きんとダメだな。革命？うん。どうしてね。その大根じゃ。大根と革命とどげんつながりがあったね。朝飯代わりに大根をかじりながら登校する女子高校生。こげなことがあってよかもんじゃろうか。お坊ちゃま。よせよ。堪忍堪忍。
制服着たら言わん約束じゃったな。君、ヘラヘラ悪ちらんと、もっと怒れ。何を怒ったね。貧乏ちゅうこっちゃ。貧しき者は幸せなり。ちゅ、2000年も前にキリストが言ったことなんか、苔が生えちゅらい。それ私だって、全部が全部本当とは思わんけど、でも半分は本当よ。貧しければ貧しいほど、夢がいっぱいあるもん。心が豊かになるし、希望がでっかく膨らむもん。貧乏なんてへっちゃら。えい、よいしょ。あ、遅刻すっと。いや、ラララランララ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 ラ。言われるなんて、まるで死んだ人を騙したようなもんだ。私だって由美子さんの頼みはいいことあなたを誘ったのかもしれない。その時由美子さんは死を覚悟してたことも知らずに、その上あの人に助けを求めるなんて、言い逃れをするために死んだ人の名前を持ち出すことだけはやめよう。そして堂々と噂という暴力と戦おう。ええ、お前だけが本当のこと知ってるもんね。ラン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 、雨に嵐に負けないで、いつでも強く生きようと。チャペルの鐘は今日もまた僕と君とに呼びかける。二人の夢は膨らむよ。チャペルに続く白い道。こんなことなら初めから誘えばよかった。心配した。どっか遠いところへ行ってしまうのかと思って。サバラシに鹿児島町で遊んでやろうと思ってただけ。なんだよ。ね、見て桜島、うん、でーんと座ってるわ。おいどんは男でござるって言ってるみたい。ね、行こうや。夢の虹を描く心の